駅伝制とは、国の中央から辺境に伸びる道路に沿って、適切な間隔で人、馬、車などを常備した施設を置き、施設から施設へと行き来することで低層し情報を伝え、また死者が旅行する、交通、通信の制度を指す。天馬制ともいう。この施設のことを、古代中国で、駅と、つてと呼んだ。世界史上、広大な地域を支配する、 中央集権国家が成立すると、支配維持のために中央と地方とを常時かつ迅速に連絡する手段が必要となり、様々な形態の液電が制度として定められるのが一般的であった。広大な国家では、外敵の侵入や国内の反乱にも速やかに対処しなければならず、広域通信の仕組みである液電性が不可欠だった。歴史上、 多くの国で整備された。古代中国、モンゴル帝国、古代オリエントで発達したとして紹介されることも多い。日本でも発達した。古代オリエントでは、アッシリア帝国とアケメネス朝ペルシア帝国で、駅伝制が整備された。特に、アケメネス朝のダレーオス一世が設けた、駅伝制が有名であり、王の道を設け、 主要道路には1日工程に相当する距離ごとに駅が置かれ広大な国土の当地に利用されていた。このシステムをエラム語でピリドジーズと呼んだ。オートスーサから王の道の端のサルディスまで7の9日ほどかかったと推測されている。王国中に配達網が作られエジプトやインドまで連絡が行き渡るようにされた。動物の川に アラム語で書かれ封印された手紙が、駅ごとに、馬と乗り手を交代しながら送られた。共和世紀のローマには、駅伝制が整備されておらず、政務官も詩人も、自分の召使いを派遣するなどして通信しなければ、ならなかった。その後、アケメネス町の駅伝制に習って、古代ローマでもクルススプブリクスという制度が整備された。 イスラム帝国の天馬制度については、バリードが参照可能。オスマン帝国の天馬制は、アラックと呼ばれていた。中国の駅伝は、戦国時代に始まり、旗帝国や漢帝国で発達し、隋や唐の時代にも、盛んに用いられた。中国の駅伝の、駅は馬を指し、つては、車を乗り継ぐ場所という意味、とのことである。評局は、中国の駅伝。 護衛運送保険業である。大都を中心とする幹線道路に沿って駅を設け、駅には周辺住民から馬や食料などを提供させた。インカ帝国というのは南北の長さがおよそ5 0 0 0トルにも達した広大な帝国であったが、全長5万キロメートルに及ぶインカ道が整備されていて、 情報を迅速に首都のクスコに届けるためのシステムとして、インカ道に5キロメートルの間隔で道沿いに駅が設けられ、チャスキと呼ばれる公設の飛脚の制度も設けられ、各駅に常時2名の飛脚が駐在していた。文字を持たない、インカ帝国では、キープと呼ばれる紐の束が情報の表現に使われていたわけだが、このキープを、 次から次へとリレーして引き渡していくことで情報を伝えており、その速度は時速 20km ほどに達したとも言われている。このシステムを用いて、インカ帝国の王や各地の責任者は互いに通信することができた。日本では古代から近世までの見られた死者や物資を馬で運ぶ交通制度である。特に駅路における交通制度のことは、駅制。 電路については、捨て性と呼ばれる。古代においては、7世紀後半頃に、律令制の中央、地方間の情報伝達システムとして液制あるいは、液電製と呼ばれる、交通、通信制度である、天馬製が整備された。律令時代の移動伝達の構想として、液路と、電路からなる交通網を維持し、それらを利用した液電製を整備することにより、 中央集権を機能させようとしたことが伺われる。すなわち、大化2年の象直に、初めて軽視を収め、機内の国司、軍事、石祭、石膏、先森、駅場、天満多くとあり、大化の改新に際して、政治、軍事とともに交通制度の全国的整備を行う、ことを意図したようである。この駅伝制は、8世紀に制定。 施行された律令において詳細な規定が置かれた。大法元年の大法律令の馬山綺麗では、駅の設置は王子三十里ごとに一駅が原則であった。駅下に置く駅場は、王子で20匹、中寺で10匹、工事で5匹と定められており、諸国の間の緊急連絡、公文書の伝達、特別の用務による官員の旅行などに用いられた。 駅場を死者が利用するには、駅霊を傾向する必要があり、駅士と呼ばれた。駅霊は、死者の異階によって、国数が異なり、常用の駅場の数が示され、国が多ければ利用できる馬数も多くなった。駅制を使った、情報伝達には、特定の死者が、最終目的地まで赴く選手方式と、文書などを、駅ごとにあるいは、国ごとにリレーで送っていく。 低層指方式があった。8世紀頃は低層方式が取られ、選手は死者本人の口から文書の補足が必要な場合などに派遣されていた。しかし、低層方式の信頼性が失われていき、9世紀後半以降は選手方式が中心となった。その後、おそらく10世紀以降に古代天魔性は捨てれたが、 中世に至り、荘園領主や児頭らが、居住地と寺領を結ぶ天馬を置き始めた。戦国時代には、戦国、大名らが寺領内の街道に宿場を設け、本城と市場などを連絡する天馬を設置した。近世に入ると、江戸幕府は諸街道を整備し、各宿場に天馬を常設させた。古代律領制における、交通制度は、駅伝制と総称されるが、 主に駅製、捨て製の2システムに分けられる。演技式諸国駅天馬場による。駅製駅製は、中央と地方との間相互の緊急情報伝達を、主眼とした、駅路、駅下、駅場が備えてあるシステムであり、そのため中央から地方へ伸びる、幹線道路たる駅路と駅路沿いの一定距離ごとに、馬屋を整備して駅場が常備され、 通信連絡の駅誌や一部の重要な監視の旅行など便宜を図るものである。情報伝達者は駅例を必ず携帯し、駅下に覚悟から20匹置かれた駅場を利用して駅路上を通行していた。駅誌の工程は普通でも1日8駅以上とされ、緊急の場合は駅誌は非駅と呼ばれ、1日10駅以上を飼育した。 木管などの通行手形から、感動自体も固定的なものでなく、便宜に応じて液化の再配置も行われ、時代によりコースを変えていった可能性が高い。駅路は目的地に最短距離で到達するように直線的路線をとって計画的に付設され、幅10メートル前後の大道であった。7道のそれぞれに駅路が引かれ、 原則として30里を基準に馬屋を配置し、定められた駅場を置き、駅市の休憩、宿泊に備えた。各駅かは、基礎に集落とは、無関係に計画的に配置され、常備する駅場の数は、その駅路の重要性や地形により増減された。駅路は、その重要度から、王子、中寺・工事に区分されたが、 中央と大財布を結ぶ山陽道と再海道の一部は外国の施設が通行し宿泊することが想定されたため7道の中で唯一の王子に格付けされ最重視されたまた中央と東国を結ぶ東山道東海道が中路、それ以外が工事とされていた液性機能の事実が最初に記録に現れたのは人身の乱の時で 天智天皇が亡くなった671年に、吉野に陰性していた、大甘王子が、政権掌握をするべく、軍勢をつけるために、東国入りを断行した際、駅張り用のため駅霊の交付を申請したが拒否される。駅路を速やかに通過する術を奪われた、大甘王子一行は、強行突破の策として、吉野から東国へ向かう途中で、深夜に、インバや、 以外、液化を焼いたという記録が残されている。また、上野国交代実録帳という資料に、670年に液化古4の記述により、液化の仕事をする家が4個あったことが示されており、この時点で、東山道が上野国まで伸びていたと考えられている。これらの記録から、天智天皇の時代に液路が機能し始め、天武天皇の時代には、 全国的な展開がなされたというのが古代交通史研究者の一般的な見方とされている。天馬星天馬星は天馬を用いる仕組みで液性とは異なり死者を中央から地方へ送迎することを主目的として匿名任務を帯びた死者を中央から地方へ派遣するための制度として想定されていた。中央から地方へ派遣される死者は ステフを傾向し、軍家ごとに5匹ずつ置かれた馬を乗り継ぎ目的地へ到達した。死者の遺械に対応して使用可能な馬の数が決められていた。ステフに死者の遺械を示す刻みがつけられ、それにより判別可能であった。軍家は死者の宿泊や食料なども負担した。天馬は主として軍家に置かれたが、駅舎に併設して置かれた場合もあった。天馬は 軍家間をつなぐ道路を通ったと考えられ、日本ではもともと国の宮津湖などの地方豪族が整備したと考えられる地方交通道があったが、これをもとに、主に国府と軍が軍家を連絡する路線として整備した。駅制は例に規定があるのに対し、天馬を用いる仕組み及び地方交通道については、例にほとんど記載がなく、制度として、 明確に道が定められていたことも、また名称もあったわけではないと考えられている。なお研究者は、つてっせ電路と呼んでいる。電路は、駅路に比べ未解明な部分が多く、駅路のように計画的に作られたものは少なく、地域間の自然発生的な道路を主体としたものと考えられるのが通説となっている。軍家は、 旧来の地方中心地に置かれることが多く、これを結ぶ道路は古くから存在していたが、これを改良して幅6メートル前後の直線道路にすることが多かった。ことならば、駅場に乗り、こと館ならば、天間に乗ると、環球二本立ての構想であったようである。実例としては、元一種玉子、中宮の職即位ネ使い、県剣白子、流人、流人部領氏などがある。 しかし、律令制初期から、新任国司の不任交通手段として、天馬を利用する事例が見られ始めると、平安時代初期までに、天馬制は、新任国司不任のための専用制度になった。十世紀初めに編纂された、演技式に天馬を置く軍が列挙されているが、新任国司の通過路線に限定して天馬が、設置されるようになったことがわかる。歴史歴史は、 天皇から駅令を付与されて緊急で重要な任務を帯びて往来した。駅令は諸国にも置かれた。沖の八両鈴が伝わっているが論争がある。駅路、駅、駅場、天満駅路は重要な情報をいち早く中央地方の間で伝達することを主目的としていたため路線は直線的な形状を示し、旧来の集落、拠点とは 無関係に路線が通り、道路幅も6メートルを超えていた。駅には、駅舎があり、駅長が一定の個数からなる、駅戸から選ばれ、人馬の継ぎ立て、宿泊、給食を処理した。駅長のもとに、駅戸から調発された駅舎があり、駅場を引いた。また、駅の維持のために、駅伝が王子4町、中寺3町、工事2町をされ、駅戸が工作にあたり、収穫される。 駅頭が駅備飲食料や駅場会改良などに充てられた。駅市は大体いい120から130人だったと考えられる。特に旧山陽道沿いの各軍には駅下橋があり、駅下を維持するために里を当てていたのが伺える。なお天馬は中央から地方への死者を送迎することを目的に使うため、軍ごとに天馬が5匹置かれる規定となっていた。 このための電路は各地域の拠点である軍家を結び、地方間の情報伝達も担っていたと考えられているが資料に電路は見当たらず不詳である。おそらくは感動である駅路に倣い、天馬と共に地方の国士に管理を任せていたと考えられる。道路幅は駅路よりあや狭い6メートル前後であったようである。駅場や天馬の使用は特定のものに限られていたが、 それ以外の管理の旅行にも拡大され、駅とつての使用区分が曖昧になった。規定を守らない不正使用も増大したので、たびたび指令を出したが効果がなかった。そのため、駅制に重点を置くため、延暦11年に全国の天馬を廃止したが、延暦24年には、山陽道以外の天馬を復活している。律令制度の衰退とと,ともに交通制度は乱れていった。 以後は駅路に総軍に天馬を置くことを原則としたらしい。奈良時代最末期から平安時代初期にかけて行政改革が精力的に行われたが、駅伝制においても駅家や駅場、天馬の削減などが実施され、電路は次第に駅路へ統合されていくこととなった。ただし、中央の集権が弱まるとともに、地域の実情と無関係に設置された駅路は、 次第に利用されることが少なくなり、国士や軍事の権力が次第に増すと、従来の電路を駅路として取り扱うことが多くなった。これに伴い駅制が衰退すると、従来の駅路は廃絶していき、残存したのは、電路的な道であっただろうと言われており、存続したとしても6メートル幅に狭められることが多かった。海上交通およそ1世紀以上も継続されてきた。 交通システムも旧世紀の前半過ぎ頃から陸上交通中心の確一的な交通政策を見直し、都への物資輸送や国士の赴任などに船の利用が行われるようになった。戦国期には戦国大名が両国内の商工業、流通を統制し、その一環として天馬製が整備され、天馬定め書きなど天馬製に関する文書が残されている。 戦国大名は、両国の拡大とともに、両国要所に、宿駅や石所を設置し、石船を徴収して、収入源とし、国境の警備も行っている。戦国大名の天馬製は自国のみならず、同盟関係を結ぶ他国の大名両国とも連絡されており、確定された天馬製の交通路は、近世以降の主要街道として引き継がれ、石所の位置は、 近世以降にも口止め番書が置かれていることが多い。また、各地の戦国大名は、城下の発展にあたって、物資の輸送手段としても、天馬を活用し、城下に、これらの天馬所見に受け書を置いた。物流の拠点が整備されたことにより次第に、に受けドニアなどが集まって商業が、活発化し、これらは、天馬町と呼ばれて、城下の中心街の一つとなった。 ただし、戦乱のため安定した城下町となることは少なかった。現在でも各地に残る天馬町はこの時発展した城下町の名残である。近世に続く天馬町は多くが問屋場として発展している。徳川幕府は、慶長6年東海道に天馬制度を定めた。三河、尾張両国内には、二川、吉田、五湯、赤坂、藤川、 岡崎、池小船鳴海、宮野九宿が配置され、それぞれ天馬36匹の常備が定められた。交通量が増えるに伴い、官営15年には一宿につき、民足100人、馬100匹に拡充された。中仙道基礎路、基礎11宿では、基礎馬を使用し天馬を行った。各宿場に、民足50人、馬50頭を備えなければならなかったが、 充足が困難だったために、万治2年幕府に25頭に減らしてもらえるように、請願し、万治4年から25頭となったが、漢文5年再び幕府は50頭とした。元禄13年までたびたび馬の数を減らせるよう、請願した結果、元禄14年再び25頭体制となったが、直視、苦行、老中等の往来が多く、重要な通行の際は、 終わりから、身の馬を借りて、天馬とした。物流の中心としての天馬の活用も引き続き、行われ、徳川家康治世以降の江戸城下では、現在の古天馬町、大天馬町と京橋付近に天馬町が置かれた。それぞれに近接する幕露町と銀座は、同時に整備された、江戸港を経由する、海上輸送の発展とともに、物流網は全国に及び、 問屋街や商家が集まって、現代に続く一大商業地になった。ありがとうございます。